どうも、トマッピーです。どうも、安岡です。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。はい、ということで安岡くん、はい、そろそろ格闘技やろうか、一緒に。いや、ちょっと、それはなんか、心身をさ、もっと鍛えてた方がカードも勝てるんじゃん。まだ心身鍛えるために格闘技やる必要ないからね。確かに、運動してる、運動は近いと思ってる結構食事とかさ、うん、なんか美容とか健康とか気をつけてる気がするけどさ、うん、運動しないよね。で、一番だって他はさ、うん、まあ、時間取られないけど運動で一番時間取られるじゃん。わかる、うん、まあ、パソコン座ってる時なんか足から電気流すやつとかだけど結構いいかもしれないけど、疑似的だけど、ね、いや、そういうなんかね、うん、なんかしながらとかはまあ多少ねなくはないけど、やっぱ運動ってやっぱり時間取ってさ、うんうんうん、運動するしかいけないじゃん。なんかしながらできないじゃん。もろは運動に時間かかって練習時間減ったら元も子もないしな。うん、まあ多少はねしようかと思ってるけど。それで俺もなんかずっと運動しなかったんだよな、うん、カードのプロとかカード屋がっつりやってる時。いや、もちろんね、できるならした方がいいってのはね、みんな分かってるからね。一番ハードル高いなと思う。確かに、ちょっとやれば0-1で、0より1の方が。まあだからちょっとまあ歩いたりとかしてる。はいはいはい、うん、まあウォーキングぐらい。ウォーキングあるけどちょっとやるね。いや、今はいいやはい、ということで今日やっていくのはマジック・ザ・ギャザリングスタンダード対戦、完全なる統一コンボ対五色コントロールやっていきます。いや、禁止後ね、初めてのスタンダードということで今回は、はい、なんかまた、ね、いろいろ新しい出てきて、まあ、今回トムハッピーが使う完全なる統一コンボですが、まあ、こちらはそのゴマナのね、完全なる統一エンチャントを貼りつつ、まあ、最近出た新カードオブニクシリスを出すことで、そしてあと1点なんか与えるとオブニクシリスの誘発が無限というか、まあ自分のデッキ分だけ誘発するので、まあ大体40点くらい本体飛ぶと。まあ久しぶりにスタンダードで出てきたコンボデッキというか瞬殺コンボなのかなという。対して僕が使う、まあ、ゴーシーコントロールですが、まあ、こちらは前からねずっとある、まあ、土地を伸ばして、まあ、アトラクサなり7番の、ね、ゾウさん出すやつとビースト出すやつだったりとか、まあ、本当にランプというデッキですね。これいつからあの、俺なんか最近認知したんだけど、まあ1個前のプロツアーぐらいから。ほう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 、うん、じゃあ数ヶ月って感じだ。まあそうだね。はい、このチャンネルではね、どっちも初出のデッキということで、うん、どんな戦いになるのか一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。ここ最近ずっとランプみたいなのなかったからな、マジで。アトラクサだよね、やっぱアトラクサが出て、ね、いろいろみんなあの手この手で使おうとした結果、墓地利用とかどうのこうのより普通に加速して出せばよくないっていうことに気づいた。7マナぐらい普通に出そうぜみたいな。そしてちょうどいい基本土地タイプいっぱい持ってると軽くなる強い除去があってね。4、3個、キープ、はい、タップテン、終わり、はい、鬼竜のカード、こう終わり、森を置いて終わり。これ単体弱いな、このカード。早速、まあ、そ、何もしないからね、その時めちゃめちゃ弱い、まあ、コンボパートだよ、たぶん酒沼、終わり、エンドに群れの形、3点返します。そして基本的これ強いよな、普通にいいカードだよね。うん、終わり。お互いゆっくりだな。オブニクシリス終わり。3マナでサイクリングします。はい、やばいな、次のな、決まっちゃうか、状況ないと。いや、ダブルランパンしたいんだけどな。人類がいる進行置きたいけど、うざい、受けるか。こっちかで配信リスケします。次のあなたの終了ステップまで一応このカードプレイできるようになるのか、打てば。そう、打ってもいいな、これ弱いもんな。まあコンボパーツが1個減っちゃうかもしれないけど、ハンドが弱いなら全然ある。いいか、はい、なるほど。で、ランド1個です。タップロ、3段を拒絶、はい、終わり。終わり、ゆっくりだね、2個も無理のいため、はい、さらに全段さらにこっちを置いて終わりです。強いよね、これベジテーションの超強いバージョンじゃん。そうそう、完全なる統一。あ、やばいやばいやばい、
やばくないでしょ。次だってオブ出てきたら死んじゃうもん。偉大なる統一者、すごい完全な統一に対してこっちも統一者を出してる、はい、デカリングゲットを探したいね。10枚交換します。はい、交換いいか。はい、で、ソーサリーデカリングいた、ね、済んだクリーチャー、あ、バトルもこれ入るから、はい、バトル、エンチャント、はい、ランド強すぎで、エンドでディスカードにするならもう消しとくかな。まあ、消しとく。はい、どうぞ。完全なる統一、終わり、はい、しまった、自分で終わりなかったからまだワンチャン、まだワンチャンあるもん。それで SR だ、出そう。はい、敵以外のカードがめくれるまで公開してそれを使いますと。はい、あ、殴ってからちゃよかった。まあいいや、土地出るまで、土地以外。あ、ね、リリアナ、リリアナで、リリアナとアトランプスター、それ両方そっちに出んの。いや、それどこに出るんだよえ、7マナで7マナ77トランプルで、うん、2枚ついてくるの。2枚ついてくる。でもたまにでもどうでもいいのついてくることもあるから、ランダムだから。めっちゃ強くないそれ。追消滅します。たまにカウンターとか見てるとね、悲しくなっちゃうとかあるからね。エンチャントクリーチャーソーサリーランド、これめくれたんで投了します。あ、わかりました。無限決める以外勝ち目なかったのに。その引き強いよね。ダイナミックで楽しいのもあるね。まあでもあの2枚加速を引けてるか引けたのかがでかいね。あ、そうだね。あれ引けてると思うさ、うん、なんか武装するよ。結構やっぱカウンターあるからちょっと弱いから、そういう引けてくれるときついかも。超全振り超速アグロもちょっとメインはきついか。いや、きつい。まあだからと大群退治みたいな、いっぱい並んでるとね、軽く打てる全体的とかも入ってる感じ。確かに初手で無限パーツ揃ってたんだけど3枚、うん、でも5マナはなかった。あ、5マナ見えてたらオブ先じゃなくてなんかエンチャント先出して狙うもんね。でも結局エンチャントでも消されたら終わるから、順々に出してた方がいいと思うんだよ。そうね、オブ出さなかったのさ、ね、2枚ランパン先だと。それはそれで俗に言う除去ハンドだったよ。はい、やります。ランダーの拠出、終わり、はい、ディアトラの試験場、終わり。ラストランド、ミシュラの研究机、ミシュラの研究机、終わり。今置いてはいい。あのデッキ重いからそんなアドは取れないよね、うん、蘇生で、まあ、アーチャークとの蘇生ついてるから結構重い。ファストランド、うん、チャンドラで、はい、1乗っけて1マナ出して、はい、まあ、サクッとも今何もできないもんな、うん、次のあなたのターンの狩猟者からポンターンってことだもんね、うん、分かりづらいよね、なんか分かりづらい。違うの2種類あるよ。4か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 
パッと分かんないんですスパイラルのボイトはです。あら。1枚なんでこれサクって、はい、上から2枚地方そのうち1枚選ぶポップ、はい、これは終了時までプレイしてよくて、うん、プラスで赤マナ出して1点、はい、沼出してオープン、うん、はい、どうぞ終わり、まずい、はい、公職庭園踏み歩くものって基本的に1個もできます。土地が7枚ないと何もできないです。平地置いて終わりといいな。終わり。5色ある。5色ある、ね、邪魔できるんか。しょうがない。アタックするか。多分ヒケチャンネル使ってからこれ。あー先殴って、先殴ってもいいです。でかくね。あんま関係ないですか。関係はあるね。ある不確定要素見に行くっていうのもあるね、それ。あ、まあそうだね。これ起動。はい。来た。来たけど、このターン無限決まんないんだよな。万歳かな、もう。まずチャンドラでマナ出しました。はい。行って当てたね、これ。ちょうど行って当てたね、これ乗って。はい。で、1枚追放。追放。追放。はい。それプレイできる。この土地出して、はい、チャンドラで赤マナ出して、完全なる統一。あ、コンボが揃った。コンボ揃ったけども。でも、まだ一旦猶予があると。まずいな。これ結構仕事するのはドローエンジンみたいに。いいカード。大軍対峙。重すぎるこのカード。あ、除去、はい。これも。はい。終わり。無防備。第三オグニクシリス。はい。出ました。出ました。でチャンドラで1点打ちました。でちょうど1点入ったんでこれに。1個置きました、はい、で1個置いたから、あ、これで追放か、追放
で1個置いたから、はい、これで1点本体与えました、はい、でまた1個置きました、はい、で1個置いたから1個追放したから1点、はい、でこれを繰り返して山札が枯れないんで枯れても入るのか、追放だから、はい、ドローないから確かにドローではない、はいはい、ダメージパイ、ありがとうございました。決まると嬉しいね、これ、ね。はい、ということで今回の結果は1対1、引き分け。なんかちょうどよく両方の勝ちパターンが出てたね。うん。まあこっちがやっぱり除去とかね、リング引かないと束縛か。敵戦の束縛とか引けないと何もできないから。引かれた上で脅迫まである完璧な周りだったら、うん、突破できることもあるし、普通に半分はなんかミッドレンジみたいな、除去ミッドレンジみたいな感じだから。うん、除去ばっか引くと普通にきついね、コントローラーね。確かにコモパーツですね、4枚3枚とかでしょ。そこはね、きちんと引かないと決まんないから。そうだね、まあ、オブニクシリーズではね、単品でもそこそこ仕事するけど、サイド後は除去が減ってなんかいろいろ入ってます、まあ、なのかな。そうだね、こっちも延長の負荷とか妨害増えるけど、多分色的には強そうだね。脅迫がね、メイン2枚だから、まあ、うん、メタゲームによってメイン4にしちゃってもいいと思うんだけど、まあ確かにコンボさえ決まれば勝つからね、除去とか、うんうん、抜けるってことで。ただコンボ依存できるほど揃いやすくはないと、うん、でも揃わないとこの2マナのアーティファクトとか弱すぎるからな、まあ、かまどと、そうだね、2マナの花床とかはちょっと違うカードでもしかしちょっと減らしてもいいよね、これね、うん、4枚とか入ってるのおかしいけど、チャンドラとかもっとあってもいい気がする、うんうん、まあ、たまたまコントロール相手だから生きたっていうのもあるけど、そんな強いカードじゃないもんね。チャンドラ頼もしく感じたね、3枚あってもいいも、うん、2枚しかなかった。はい、そんな感じでやってきました。相変わらず、あとはアトラクサが強かったですね。うん、気持ちいいね、10枚めくれるって、はい、強すぎ。エンチャントのやつめくれて1マナで構えれるのは、うん、さながらフォースオブウィル、ね、めくるかのような感じもあったんですけど、ね、はい、ということでいかがだったでしょうか。今後もたくさんのマジック対戦やっていきますんで、ぜひぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。皆さん、Twitter、Twitch もチェック応援お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。